こんにちは。スタイリスン・オヤマしゅんです。今回の動画では、上半期ユニクロで買って良かったアイテムベスト5というテーマで皆さんにですね、実物を持ってきたので、そちらを着ながら解説をしてみたいなというふうに思っています。僕は動画の中で結構ですね、たくさんのユニクロのアイテムを実際に買って皆さんにレビューをお届けしているわけなんですが、まあその中でもですね、本音を言えばめちゃくちゃプライベートで着たものもあれば、そんなに登場機会がなかったなというもの、この2つに分かれるわけ なんですねまあ、今回ご紹介する5つの商品に関しては僕がですねオフの時にガンガンに着てるアイテムなのでぜひ皆さんもですねまだ店頭にあるものが多いかなと思うので今回気になったものは店頭で試着をしていただければなというふうに思っていますそれぞれの商品のリンクはですねまだ在庫があるものに関してはこの動画の下の詳細欄にですねリンクを貼っておきますのでぜひそちらも確認していただければなというふうに思っています こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのセレクトショップのオリジナルのアイテムですとか、国内のですね、ドメスティックブランドのアイテムなんかはですね、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はそれも同じくですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、チェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。 はい。ということで、早速一つ目のアイテムから解説をしたいなと思うんですが、まずですね、こちら、今僕が着ている、プラス J のオープンカラーシャツですね。カラーはオリーブになります。これはですね、めちゃくちゃ購入してから着てるアイテムなんですね。まあ、最近はですね、6月梅雨時期ということで、ちょっと肌寒いなと思う時には、 t シャツの上にですね、こういった半袖のオープンカラーシャツを着ることが多いんですね。まあ動画の中ではですね、僕はユニクロの通常ラインのですね、オープンカラーシャツをご紹介してたと思うんですが、あれはですね、ベーシックでいろんな方に似合いやすい鉄板のアイテムなんですね。あれはあれですごく素敵かなと思うんですが、僕個人としてはですね、やはり職業柄いろんな服を見ているので、ちょっと癖があるものの方が着たいなという欲望があるわけですね。まあそんな時にすごく僕の中でヒットした のがこちらのプラス J のオープンカラーシャツなんですね。 これはですね、ちょっと癖があるんですけども、具体的に言うと、まずはサイズ感ですね。こちら S というですね、僕の通常サイズのものなんですが、着丈もですね、少し長めですし、身幅がゆったりしているので、割とですね、通常ラインのオープンカラーシャツよりも結構ですね、ゆったりめのシルエットになっていて、今っぽい要素がですね、含まれているかなというふうに思っています。ただですね、このオープンカラーシャツ、一つだけですね、大きなデメリットがあって、それがあったかはですね、僕はなかなかこれが買えなかったんですね。それは何かと言いますと、 今はですねちょっと見えていないんですが本来ですねこのオープンカラーシャツボタンを開けた時にですねこのボタンの下に白いですね布がついているわけですねそれがですね結構デザイン的なアクセントとして良いと思う方もいれば僕はですねこれない方が良かったのになぁと思って本来ですねプラス A の発売日にこれいいなと思ってたんですけども購入を見送ったんですねそれがですね結構このオリーブの色とコントラストが強くて目立つんですね ですね、ちょっと画像を見ていただきたいなと思うんですがこれが気になってしょうがなかったんですけどもこのもの自体はすごく良かったので僕は購入をしましてこれも裏技的なものになるんですが。 今見ていただくと分かる通りついてないですよね。これ僕全部外しました。自分でですね、こう糸を外していったわけですね。ボタンもですね、これ全部一回外して、また改めてですね、白い布を取った後に付け直したわけなんですが、そうしたらですね、やっぱりすごく良くてですね、僕の中でも今年のヘビロテアイテムになりました。これはちょっとマニアックな内容なので、なかなか多くの方にはですね、おすすめはできないんですが、ちょっと時間にですね、余裕がある方だとか、自分でカスタマイズをするのが好きな方であれば、この白い 部分を取っていただいた方がこのオープンカラーシャツが傑作になるかなと思うのでぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っていますもちろん先ほどお伝えした通り通常のユニクロのですねオープンカラーシャツもすごく仕上がりがいいのでブラックですとかあとはオリーブですとかそういったカラーもですね皆さんには楽しんでいただければなというふうに思っています はい。続いて2点目のアイテムなんですが、僕が今着ているですね、こちらのユニクロ U のエアリズムですね。色はネイビーですね。これが最近買ってものすごく気に入っていまして、最近はこれを着る機会が多かったですね。まあ、昨年リリースされて皆さんもご存知かなと思うんですが、この T シャツ、カラー展開が結構幅広くて、僕もですね、いろんなものを試してみたんですね。その中で昨年はですね、 ダークグレーですね。ちょっと写真を見ていただきたいなと思うんですが、この色に激ハマりしまして、僕も未だに着てるわけなんですが、今年はちょっと雰囲気変えたいなと思って、いろんなものを試してみた結果、このネイビーがですね、すごく色味が良くてですね、個人的に今一番気に入っているカラーになります。僕はですね、ネイビーがもともと好きでよく着ていたんですが、あまりに着すぎてしまったため、去年はですね、ダークグレーのちょっと都会的な香りのする色合いがですね、すごく心地が良かったわけですね。で最近 ネイビーを着る機会が結構減ってしまっていたわけなんですが、これを着てみたところですね、久々にやっぱりネイビーがいいなというふうに思ったわけですね。ネイビーといっても様々な色味があるわけなんですが、この色味がですね、少し明るさがあって、ロイヤルブルーに近いような明るさのあるようなネイビーなんですね。 この感じがですね、すごく品があって、僕は素敵だなというふうに思ったんですね。色にですね、ほどよく光沢感があって、これはですね、一枚で着ても地味に見えすぎないネイビーだなということで、個人的にですね、かなりハマっているんですね。まあ僕の場合はですね、ボトムスブラックを合わせることが多いので、こういったネイビーとブラックの組み合わせもですね、重たい色同士ではあるんですが、若干色味が違うので、こういったコーディネートもですね、結構収まりがいいかなというふうに思っています。この色であれば、結構いろんな男性にも似合いやすいかな と思うのでぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思ってるんですが、まあ、改めてですねユニクロ U のエアリズム今年の夏もですねガンガン着たいと思いますのでぜひ皆さんもですね基本的なホワイトですとかブラックですとかこのあたりのカラーを揃えた後にはですねダークグレーですとか僕が今着てるようなネイビーですとかこういった色にもですねトライをしてみていただければなというふうに思っています はい、続いて3点目のアイテムなんですが、これはですね、今僕が着ているプラス J のですね、スタンドカラーシャツ、ストライプ柄のものですね、これもですね、めちゃくちゃ気に入っていまして、 かなり今年の春は来ましたね。ちょっと今時期は長袖は暑いので、最近は着る機会が減っているんですけども、また秋口にはですね、これ1枚でも着れますし、意外とですね、重ね着にも重宝するので、これから秋冬、そして春なんかもですね、活躍してくれるような、めちゃくちゃ気に入ってるシャツなのかなというふうに思っています。プラス J っていろんなアイテムがある中で、個人的にはですね、シャツがすごくいいなと思ってるんですね。まあ、先ほどもご紹介しました、オープンカラーシャツもすごくいいですし、 先シーズンもですねストライプガウンシャツすごく良くてそれをですね愛用しているわけなんですがシャツはですねすごく上品な仕上がりになっているのでぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなというふうに思っています、まあ、このシャツのいいところはですねまずスタンドカラーシャツと言いましてこのような襟元がスッキリとしているデザインになってまして、まあ、本体はですねこのようなストライプなんですが襟元はですね白になっていまして ちょっとですね、クレリックシャツのようなアプローチになっているんですね。それがなんかバランスがいいなというふうに思っています。で、サイズ感もですね、これ S なんですけども、最初からゆとりがあって、今っぽい雰囲気も漂うんですが、少し癖があるんだけども、全体として合わせやすいという点で、すごくこれは使い勝手がいいかなというふうに思っています。僕は今1枚で着てますけども、基本的にはですね、僕は重ね着の一つのパーツとして使うことが多くて、この上にですね、例えばシャツアウターですね、 まあこういった最近トレンドのアイテムですねこういったものを重ねて着ることも多いのでちょっとですね上に羽織ってみたいなというふうに思います まこのようにですねストライプのシャツって単体で見ると結構アクセント的には強いんですが1枚上に羽織ってみるとですねストライプ側の見える範囲がぐっと収まるのでわりとバランスが良くなるかなと思いますここに普通の白シャツを合わせてしまうとどうしてもですねちょっと地味な雰囲気になりがちなので僕はですねこういったストライプ柄を取り入れることで着こなしのちょっとしたアクセントに添えるのが好きなのでこのような着こなしを結構春先は楽しんでいました。 このままの着こなしだとですね、結構秋口にも使えるのですごくいいかなと思いますし、シャツアウターだけではなくて、結構ですね、ジャケットのインにも使いやすかったりするので、結構ですね、1枚あると様々な季節、真夏以外は使えるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。オンラインではもう結構在庫がなくなってきてるんですが、大型店だとまだ結構取り扱いがあったりするので、売り切れる前にですね、名品だと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなというふうに思っています。 はい、続いて4点目のアイテムなんですが、今僕が履いているこちら、ボトムスですね。 こちらはユニクロ U のレギュラーフィットテーパードパンツなんですけども、この YouTube チャンネルの中で、僕はほぼほぼ毎回こちらを履いていますね。ですので、見たことがあるという方がですね、すごく多いかなと思うんですけども、ちょっとこのままではシルエットが分かりづらいので、椅子の上に立ってみたいなというふうに思ってます。このボトムスはですね、結構ゆとりのあるシルエットになってるんですね。ユニクロの通常ラインのパンツにはですね、ここまで太いものはないかなと思うんですね。まあ、レギュラーフィットと言いながらもですね、結構もも周りにはゆとりがあるので、 かなり太めのシルエットかなと思っています。ただですね、膝から下にかけては、ややテーパードがかかっているので、そこまでだらしない印象にはなりづらいのかなというふうに思っています。一応ですね、スラックス系のアイテムになってまして、センタープレスが効いているので、こういった太めのパンツでも一定の綺麗さだとか、足長感は出せるので、個人的にすごくこれは気に入っています。あまりに気に入りすぎてですね、2、3本買っとけばよかったという後悔があるんですけども、なかなかサイズがなくてこれを買うことができないんですね。 というのも僕は結構小柄なので、ウエストサイズ最小のものを買うことが多いんですね。そうなると店頭では売ってなくて、オンラインのみの販売になっていまして、結構すぐに売り切れてしまうので、発売日当日にすぐに購入したわけなんですが、これに関しては2本買っておけばよかったなという後悔があります。まあ、シルエットちょっとゆとりがあるんですけども、僕がですね、よく動画の中でお勧めしているユニクロのスマートアンクルパンツですね。 こちらと比べるとですね、割と形としてはそんなに遠くはないんですが、こちらの方がですね、やはり細身なんですね。 テーパードが効いていて、スッキリとしてるんですけども、こちらももも周りはですね、少しゆとりがあるんですけども、それよりも大胆にゆとりがあるのがですね、こちらのユニクロ U のボトムスになるのかなというふうに思っています。まあ、こちらのが一般的ではあるんですが、ちょっとファッションが好きで、一癖入れたいなという方の場合はですね、このようなユニクロ U のパンツが結構使いやすいかなと思うので、次の秋冬もですね、このようなラインが出たら、ぜひ買ってみたいなというふうに思っています。 ぜひ動画を見ていただいている皆さんも通常のスマートアンクルパンツだとちょっと退屈かなという場合はこういったユニクロ U のボトムスもですね頭の片隅に置いていただければなと思っていますはい続いてラスト5点目のアイテムなんですが今僕が持っているこちらのアイテムですね もうユニクロの定番アイテムになりましたね。ベリーショートソックスですね。こちらはもうこの季節は欠かせないアイテムなのかなというふうに思っています。まあ、先日動画でも触れたので軽くですね、お話ししたいなと思うんですが、これはですね、様々なブランドからこういったものが出てまして、 無印良品だとか、あとしっかりとしたものだとファルケだとか、そういったものもあるんですが、やっぱりある程度は消耗品かなと思うので、なるべく安く手に入った方がいいかなと思いますし、なんせこの履き口が浅いので、なかなかですね、履いてると脱げやすかったりするわけですね。それがストレスになっているんですけども、そこら辺はですね、お客様の声を集めながら、日々ですね、ユニクロも進化してまして、かかとの部分のゴムですね、これがね、しっかりしてるんですね。かなり粘着力もあります。 範囲も広いですね結構ですね無印用品だとかファルケのものも僕も履いてみたんですけどもこのですねしっかりとした滑り止めがですね一番脱げにくかったんですね。 あとはこの深さなんかにもよってまた全然雰囲気は変わってくるわけなんですけどもどんなスニーカーを履いてもですねこの靴下が見えることもないし、まあ、バランスという意味で言ったら一番コストパフォーマンスが高いのはやっぱりユニクロのですねこのベリーショートソックスかなというふうに思ってます僕はこれだけをですねブラック揃えて基本的にはですね一週間回すようにしてるんですねこういったベリーショートソックスというのはちょっとですねトレンドアウトした感じもなくはないんですが僕はなくならないと思うんですね というのも夏はですねやっぱり暑いのでなるべく涼しげな靴下の方がいいわけですね。 ホワイトのソックスなんかもトレンドでいいんですが、やっぱり5月を超えたら暑くて履けないですね。ですので、涼しさだとか快適さというところをですね、重視するならば、このベリーショートソックス一択で僕は間違いがないかなというふうに思っています。ユニクロにもですね、結構たくさんのソックスがあって、どれが正解かわからないという方も少なくないかなと思うんですが、一番オーソドックスなこういったベリーショートソックス、リンクを貼っておきますので、ぜひ皆さんこちら3枚セットで、まあ、1000円前後で買えるかなと思うので、ぜひ揃えてみてください。 見てていいいただければなという,ふうに思っていますはいといととうことで今回の動画では上半期ユニクロで買ってよかったものベスト5というテーマで皆さんに動画をお届けさせていただきました、まあ、改めて振り返ってみるとやっぱりですね個人的に着たいなと思うものはユニクロ U ですとかプラス J ですとかこういったデザイナーとコラボレーションしているラインですね。 やっぱりこのあたりはユニクロらしいですね、ベーシックなデザインを基軸に置きながらも、その中にですね、程よく癖というものを取り込むのが上手なので、やっぱりですね、服をずっと見てる僕から見ても、なんかですね、ワクワクするものが多いんですね。ですので、僕が普段ご紹介しているようなユニクロの通常ラインの服もですね、すごくいいかなと思うんですが、そういったものだとちょっと周りの差がつきにくいなとか、自分の中でワクワク感が出ないなという方はですね、今回ご紹介したような プラス A ですとかユニクロ U のアイテムもぜひ着こなしの中に織り混ぜていただければなというふうに思っています。まあ基本的に僕が選ぶようなユニクロ U ですとかプラス A というのはまあラインの中でもですね比較的ベーシックで使いやすいものが多いかなと思うので皆さんもですねユニクロの半歩先として取り入れやすいものが多いかなと思うのでぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。 これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの興味をなるべくわかりやすく解説したいなと思ってますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれではまた次回の動画もお楽しみにおしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山旬のメンバーシップチャンネル